でまずは1個目ね、ソフトモデラー、はい、大まかざくっとご紹介させていただきます、はい、こちらデザインジャスパーモリソン。ジャスパーモリソンはなんと無印のお弁当箱とかカトラリーとかいっぱいデザインしている人で、皆さんの身近にあの入ってきているデザイナーさんの商品になります、うん、はい、ジャスパーモリソンの哲学はスーパーノーマルを忠実に反映して、うん、家庭内で日常使いに着目しながら、うん、洗練されたディテールと主張しすぎることのないシンプルな形を作っています、うんうん、っていう感じです。ジャスパーモリソン実は香川県にも来たことあるんですよ。へえ。味石で、あ、またしても味石、味石っていう産、味っていうね、はい、あの高松 の、はい、あの石の産地があるんですけど、はい、そこの石を使って、どこだったっけ、長崎かどっかの、うん、ベンチを作るのに味石の産地までわざわざ来て。味石は有名人呼びますね。呼んじゃうよね。すごいですね、野口さんと。そう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 、はい、スペックいきましょう。スペックいきますね、はい、幅238センチ、はい、奥行き98センチ、うん、高さ 64.5センチ、うん、シート幅ここ 38センチになってます、うん、はい、低め。いや、ソファーにしたらまあ通常サイズ、通常ぐらいの高さです、うん、はい、まあソフトモジュラーって、はい、言うだけあってモジュラーなんですよ、もともとは組み合わせられる。本来はいろんな組み合わせができて、いろんなバリエーションで、背もたれだったりアームだったり、座面の大きさだったりっていうのがこう変え、いろんなパーツがあるので、それをこうお客さんの、空間に合わせて、まあ、組むことができるっていうのがこのソフトモジュラーの、おすすめポイントですね、うんうん、で、あのまさにコメントいただいたように、あのソフトモジュラー結構置く、まあ、そうですね、最近の、まあ、ソファーのトレンドっちゃトレンドですよね。奥行きソファー、あ、うん、家具にトレンドがあることが知らなくて、家具にもトレンドがあるんだなっていうのを、そうそうそう、はい、あるんだぞっていうのを社長にこないで教えて。柊さんちょっとじゃあ座ってみる。座るとこがちょっとこれなんか、ね、寝れそうじゃないですか。そうだから座るとしたらもう、そうそうそう、こうですかね。でちょっと今回の、商品238センチであるんですけど、はい、実際は、座面のところが、175センチぐらいなんです、はい、だから、まあ、大人でも全然横にゴロンとなって寝れる感じで、ちょうどアームの高さが枕な、そう、そう、めっちゃいいでしょこれ。そうですね、そうなので、本当に枕いらずな。で、ちょっとね、実際座るにしては、やっぱり最近のソファーって奥行きがこうぐっと深くなっているんで、そういう意味ではちょっとこれ、セット商品じゃないですけど、こうやってこうクッションを置いてもらって、はい、そうそうそう。で、こうやってこう座ってもらうと、まあ、腰のあたりとか背中のサポートがしっかりしやすい。ので、まあ、こういう感じですよね、ソフトモジュラー。はい、背もたれ低いので圧迫感が。そうそうそう、そうなんですよ。これね、本当、今はちょっと壁付けに置いてるんですけど、お部屋の中心にドーンと置いてもらっても、高さがそんなにないんで、圧迫感が、空間的に圧迫感出ないですよね。そう。で、あとね、おすすめ、この、まあ、現品のソファーとしておすすめはやっぱり、はい、色がちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、ちょうどいいライトグレーをチョイスしてます、はい、生地ね、はい、これかな、これね、はい、こういうちょっと単体で見るとちょっと濃く見えるけど、うん、これぐらい、なんちったい、これライトグレーですね。グレーのでもライトもあるし、まあ、グレーグレーかな、グレーといえばこれぐらいの色、なんて言ったらいいかな、ネズミ色、ネズミ色、ネズミの色です。ネズミの色、なんか響きが悪いネズミの色、はい、で、これどういう生地かっていうとメローっていう、はい、まあ、ビトラーの、ラインナップに加わっている生地ですね。で、
マーチンデールとすると、3万回をクリアしているので、まあ、一定程度クオリティとか耐久性は非常に高い部類になってきます、うん、でこれあそうそう生地感がね実はかなり肌触りがいいんですよ。滑らかですか？そうそうっていうのが、これね 80% ねコットンが入ってるんですよ、うんうんうん、で普段コネクトで販売しているソファーの生地って、80% から 90% ぐらい、ウールが多いんで、うんうんうん、どうしてもチクチクするっていうお声をよくいただくんですね。でコットンが入ってこんだけ多いってことは、もう全然肌触りがなんかふわっとかけるタオルケットとは言わん、なんか、うんうん、掛け布団のような優しい触り心地です。で、コットンがこんだけ多いとマーチンデール数ってもっと下がるんですよ。いや、うん、生地の耐摩耗性って言って、擦れに弱くなるんですよ。実はコットンが増えると、うん、だってそうでしょ T シャツはあれだけどなんかどん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 こう擦り切れていくイメージあるじゃないですか。洗濯すればそう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 、はい、でもそれでもやっぱ3万回やっぱ取れてるっていうのは結構すごい珍しい生地です、うん、多分なんかねこうギュッとこう縮毛をかけてるんじゃないかなと思うんですよ。うん生地の作り方としてなんで密度が非常にこう詰まっている、うん、コットンなのに、うんうん、コットンなのにじゃないな、うん、コットンだからこそ多分そういう風な作りをしているんじゃないかなというふうに思います。だからクッションが押したら返ってくるっていう話で、あ、そうそう、それもシワが寄らない生地と相まってよりシワが入らないのかなと思います、うん、こんな感じ返ってきます。イタリア系のソファーと違って、ビトラー、まあ北欧もそうなんですけどビトラーは、まあ、スイスですけど、スイスビトラーのソファーもそんなにね実は、クッションが柔らかくないんですよ。あ、確かに。で、はい、大体こう奥行きが深くて、深い奥行きがねぐっと深くて、座面の高さが、まあ、38センチよりもうちょっとこう下のものになってくるともっとね沈み込むんですよ大体の場合、はい、こう座った時に多分、はい、イタリア系とかちょっと柔らかめの設定だと、うん、もっとこう下がるんですよ、うん、ちょっとだらしない感じでゆったりくつろぐときが、まあ、そうそれがイタリア系の売りっちゃ売りなんですけど、でもやっぱりこう疲れるじゃないですかだん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 、うん、これよりもっと沈みますからね、うんうん、バフッと、うん、だからそれがなんか高級なソファーの座り心地感はあるかもしれないですけど、はい、やっぱちょっと長時間座ることか思うと、はい、やっぱある程度硬さがある方が体に負担がないですかね。楽なんですよ。だからあと立ち上がりが楽だからいいなと思います、うんうん、もっとね沈まないと、そうもっと沈むですか、うん、沈んだら立ち上がるんですごい力いるから、そうだから、まあ、そういう意味では非常にこうバランスの取れたクッション、うんを使っているので、まあ、そのあたりは、うん、こういう大型のソファーっていうか、座面が深くてちょっとなんかゆったりした感じのソファーの時は、うん、なんか座り心地ちょっとやら私柔らかいのちょっと苦手なんですって方結構多いんですよ実は、うん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 、でそうじゃないものを探されてる方は多いんですけど、うん、多分ねあんまり出会わない、そうなかなかない、ここにいたら結構当たり前のようにあるんですけど、多分ねお店って柔らかいやつばっかりですね、ばっかりなんですよ、うん、なのでまあちょっと それは結構ビトラーは全般共通しているところなので、うん、座り心地としてはそんな感じとしてちょっと認識していただけたらいいかなと思いますね。